フアングリス、ピカソの肖像キュビスムは、20世紀初頭に、パブロ・ピカソとジョルジュ・ブラックによって創始され、多くの追随者を生んだ現代美術の大きな動向である。それまでの具象絵画が一つの視点に基づいて描かれていたのに対し、いろいろな角度から見たものの形を一つの画面に収めた。キュビスムの出発点は、ピカソが1907年秋に描き上げた。 アビニオンの娘たちである。この絵をピカソはごく一部の友人にだけ見せたが、反応はかんばしいものではなかった。アンリマティスは腹を立て、ブラックはサンドの食事が浅くずとパラフィン製になると言われたようなものだと言い、アンドレ・ドランはピカソがその内首を吊るのではないかと心配したという。しかしブラックはピカソの仕事の重要性にすぐに気づき、 密かに大きなラフを描いてその後を追った。そしてポール・セザンヌゆかりのエスタック地方に旅し、エスタックの家をはじめとする7点のセザンヌ的キュビスムの風景画を描き、1908年秋にダニエル・ヘンリー・カーンワイラーの画廊で公開した。これを見た批評家のレイ・ボークセルがジルブラス市場でブラックは一切を立方体に還元すると書いた。これが キュビスムの名の起こりと言われている。もっともこの言葉はサロンド・オトンヌの審査の席でマティスが先に使っている。キュビストという言葉は1909年のフィガロ氏が初出である。翌1909年からピカソとブラックは共同でキュビスム追求を始めた。1911年頃の作品はどちらに帰属するのか判別しがたいほどよく似ている。この頃、 二人はほとんど作品を公開していない。ピカソとブラックの共同作業は、ブラックが第一次世界大戦で、フランス陸軍に召集される1914年まで続いた。キュビズムが初めて世に知られることになった契機は、1911年の第27回アンデパンラン展である。ピカソとブラックの仕事に影響を受けた、ピュトーグループの画家たちが会場の一室を占拠し、 キュビズムの一大デモンストレーションを行った。監修はそれらの醜い作品を見て衝撃を受け、口々に非難を浴びせた。この事件は、詩人で批評家の業務アポリネール、アンドレ・サルモン、ロジア・ラールが意図的に仕掛けたもので、その呼びかけに応じて参加した画家は、アンリル・ホーコニエ、ロベール・ドローネー、マルセル・デュシャンは、 自転車の車輪などのレディメイドでダダイスムの先駆者となる。ルコル・ビュジエとアメデイ・オザンファンによるキュビスム以降は1918年に刊行されている。フランス語ではキュビスムとすが澄んだ発音であるが、英語ではキュビズムとずっと濁った発音になる。日本語では立体派と訳され、現在でも一部の文献ではこのわけが用いられている。しかし、 正確に訳すのであれば、立方体派とすべきであり、このことから立体派という呼び方は、誤解を生むので避けるべきであるという意見がある。ルネサンス以来の単一焦点による遠近法な法規形態上の極端な解体、単純化、抽象化を主な特徴とする。フォービズムが色彩の革命であるのに対して、キュビズムは形態の革命である。 という言い方をされることもある。プラハのキュビズム建築キュビスムの美術の分野における影響は大きく、絵画にとどまらず、彫刻、デザイン、建築、写真にまで、その影響は及んでいる。特に、未来派、ロシア構成主義、中小絵画への影響は大きい。また、パピエこれは、後のコラージュ、アッサンブラージュへと繋がっていく。 理論的な難解さの一方で、視覚的には新規で人目を引くため、多くの画家の好みに合致したところがあり、キュビスムはかなりの追随者を生んだ。なお、キュビスムの経験は、ピカソ自身にとっても大きく、キュビスムの時代を終えた後もしばしば、ピカソの作品の中に、キュビスム的なイメージが現れている。ピカソもブラックも、キュビスムから抽象に向かうことはなく、愚象に留まった。 以下の時代区分は、ピカソとブラックのキュビスムについてであり、その他の作家たちについては、必ずしも当てはまらない。キュビスムは写真に対しても大きな影響を与えているが、未来派、ただ,だ、シュルレアリスムのように、キュビストそのものが、キュビスム的な写真作品を残しているということは、まずない。例えば、ピカソが写真作品を多く制作しているのは有名だが、 キュビスムの写真作品と呼べるようなものではない。一般にキュビスムの写真と呼ばれるような作品は、キュビスムの影響を受けた作品のことで、人物、風景等を撮影していながら、光と影の対比、幾何学的な形態の重視、対象の構成的な配置等に強い特徴を持った作品であり、構成主義的な写真へと直結するような位置にある。 キュビズムの写真への影響は、むしろ、ストレートフォトグラフィにおいて、顕著だと言われることが多いようであるが、実際にはそれにとどまらず、ピクトリアリスム、未来派、ただ、シュルレアリスムそれぞれの写真作品にもその後は見て撮ることができ、いわゆる、バウハウスの写真にも大きな影響を与えている。この範疇に含まれる具体的な写真家としては、 ヨーロッパでは、アンドレ・ケルテス、アレクサンドル・ロトチェンコ、フランティセック・ドルティコルなど、アメリカでは、ベレニス・アボット、イモージン、カニンガム、エドワード・ウェストン、ポール・アウター・ブリッジ・ジュニア、ポール・ストランドなど、日本では、淵上白洋を中心としたいわゆる、構成派の写真家たち、松尾サイゴロウ、高田ミナ、ヨシ、スサカ・アツシ、西カメヒサニなどが挙げられる。特に、日本では、生物でも、 人物像でも単なる影響にとどまらず、キュビスムそのものというような作品すらあり、また、黒と白の効果的な使い方も顕著に見られる。ISBN 48億550万2339。ありがとうございます。